こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。東流潜水艦が浸水。これで、総夕方潜水艦の12番艦まで出揃うことになった。最終2番艦はリチウムイオン電池搭載。スターリングを捨てた新型潜水艦。次期新型潜水艦建造計画も始まっている。新たなデザインとなり、来年には進水式が実施される。早く見たいものですが、横流みたいな登場の仕方なのかもしれない。しかし、その少し前の出来事を思い出してほしい。この話は、別の角度から見た南シナ海での黒潮潜水艦のお話です。それでは本編スタートです。2018年9月17日に、日米英合同訓練に参加していた護衛艦下が、イナズマ、鈴月に黒潮潜水艦が合流し、共同訓練を行ったという異例の発表がありました。ご存知の方も多いは思います。何と言っても、潜水艦の行動についての発表というが、異例中の異例です。通常、潜水艦の任務は公表されることはなく、しかも、いろいろと問題のある南シナ海というのでは、びっくりするのもうなずけます。そして、もう一つ驚くことは、黒潮の極秘任務は15年前から行われていたということです。しかし、ここで考えてみてください。どうして今更公表する必要があるのか。ここからは、あくまで推測の話です。ありえない話ではないという推測ですよ。まず、旧型の黒潮潜水艦はどれくらい潜航できるのでしょうか？この点に疑問を感じる方は多いと思います。こういうデータは当然ながら、海自の潜水艦では一切公表されていません。仕方ないので、外観や使われる鋼材などから推測していきます。その他には、魚雷なども参考にしていきましょう。そもそも、黒潮潜水艦の最大潜航深度については、様々な推測がされていますが、意外とそこまで深くないとも言われています。せいぜい、200から300メートルといったところでしょう。この数字が正式なところと思われます。周辺国の潜水艦も同じくらいの潜航深度と考えられます。しかし、問題はそこではなく、常時任務の際は200から300メートルですが、最高潜航深度はもっともっと潜ることができると、推測されることと、潜水艦救難艇に搭載されている救難潜水艇は、450メートルと公表されていますし、ここでもう一つのポイントですが、無人潜水艇は、なんと、1000メートルと、もっともっと深く潜ることができるのです。旧型の黒潮潜水艦は有人ですから、1000メートルよりは浅い500メートルくらいか、あるいは600メートルくらいの深さで、極秘任務を行っていたと推測できるようです。旧型ではなく、最新の潜水艦となるともっと深く潜ることが可能かもしれませんが、旧型潜水艦で、これくらいの深さまで潜れることができたというのは、脅威だと感じられます。
先行進度については別の方向からもわかる可能性があります。それは魚雷です。89式魚雷の進度は900メートルですから、かなり深いところで発射可能です。逆に言えば、この深さで魚雷を撃てるからこそ開発したのだという、理由を考えても不思議ではありませんね。さすがに、旧型黒潮潜水艦はその深さまでは潜航できないでしょうが、その半分の深度でも事実と考えられます。15年間も中国やロシアなど、軍事力自慢の周辺国に発見されることなく極秘任務を行っていたのですから、言うまでもなく、潜水艦は敵に見つからないように任務を遂行するのが最優先の条件ですよね。中国の原子力潜水艦ですが、当然ながら性能が上がってきているのも事実です。多分200メートルは潜ることが可能でしょう。しかし、中国軍が運用する潜水艦には欠点も多く、原子力潜水艦では原子炉の熱が周辺海水温度を変化させてしまうそうです。この変化によって原水艦が探知されてしまうのです。通常動力型潜水艦には AIP 機関を搭載しているそうですが、あまりにも高出力なので、騒音レベルの音を出して海中を進む状態になるとか、ソナーマンの出番を待つまでもなく、これでは自分の位置を敵に教えているようなものと言われています。しかし、中国が多少高性能な潜水艦を建造したとができたと仮定すると、話は少し変わってきます。この高性能な潜水艦により潜航深度が300メートルと深くなったため、旧型黒潮潜水艦が発見されてしまったのだ。そう考えれば、防衛省があえて黒潮の任務を公表したのも理解できます。と言っても、15年間の長きにわたって気づかれなかったということは、それだけ黒潮が優秀だったという証拠ではないでしょうか。日本の潜水艦の技術や性能が、桁違いに高いということでもありましょう。でも、ここでもう少し推理しますと、黒潮以外にも、もう一隻くらい極秘任務に、当たっていたのではないかと思われるのです。例えば、双竜型潜水艦。この艦は、潜航深度が極端に深く、500メートル、いやそれ以上潜ることが可能ではないかと推測されています。しかも、この、そう、竜型潜水艦はステルス性も考えられているので、発見されにくい艦なのです。また、違う方向から見てみると、防衛省が発表した、理由が理解できるようです。もちろん、これは、推測の話で確証はありませんが、旧型黒潮に目を向けさせて、そう、竜型潜水艦の最新鋭を追う竜潜水艦から、目をそらすようにしたのではないかと思われるのです。この艦は、潜航深度がもっと深くなっているようですが、そこまで深く潜る必要はほとんどなくて、相手に見つからない深度で任務に当たるのが通常でしょう。ということは、必要な時だけ必要な深度を保ち、相手に見つからない忍者になり得るのです。この潜水艦の性能は計り知れません。なぜなら、極秘事項として一切公表されないからです。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。日本では原子力潜水艦を建造してもいいのではないのか？そんな意見が一昔前に浮上していた。だが、この原子力を使うことをためらう野党の猛攻で実現はされていない。しかし、時を超えて今、原子力よりも強力かつ高性能の潜水艦が誕生している。通常動力型潜水艦では世界でもトップだろう。だが、このリチウムイオン電池搭載潜水艦が登場したのも、2018年を流潜水艦の進水式で明らかとなった。その時、当然、世界は、度肝を抜かれることとなった。一番動揺を隠せなかったのは、総合衆だろう。また、中国や韓国も同様に驚いたはずだ。ハイブリッド方式の潜水艦が誕生した瞬間だ。この時、豪衆がなぜ後悔したのか？そう。流型潜水艦の入札国に、日本の潜水艦が最後まで候補に上がっていた。だが、最後の最後違った方向へと向かった、豪衆だった。では、その時、何が起きていたのか話していこう。この選考過程において、一時期は日本の優位が伝えられていたこともあり、そう、流型潜水艦をベースとした日本としても、初となる潜水艦の、海外輸出の可能性には、賛否両論の声が囁かれていた。しかし、2016年の決定以降も、フランス湾のベースである。シェフラン級原子力潜水艦そのものの建造が予定よりも遅れ、かつ日本がその間に欧竜を配備したことから逆転受注の可能性も噂に上った。個人的には今さらフランス湾を保護にして日本への発注のやり直しをオーストラリア政府が決断する可能性は甚だ低いと感じるが、何事にも絶対ということはないため、ゼロとまでは断言できない。それでも、このタイミングで、もし仮に日本案に戻りたいというのであれば、2016年時点で一旦選考から外した日本案に対して、その当時以上に選択すべき強固な理由がなければならないだろう。一説には、2016年の日本提案は、当時のディーゼル機関と、鉛蓄電池とモーター、スターリング機関を搭載する艦だったが、最新型でリチウムイオン蓄電池となったことに、その可能性を、見る向きもあるようだ。しかし、日本が最新式のリチウムイオン電池搭載型をオーストラリアへの輸出で提供することは、現時点では考えづらく、日本の潜水艦の優位性を信じたい層からの希望的観測とも言えるものだろう。そもそも、オーストラリア海軍では、現行のコリンズ級潜水艦でも、その大半をアメリカの兵器システムの上で運用しており、その意味から同様である日本の潜水艦をアメリカも推していたと言われる。
それでもフランス湾に決定したということは、日本の潜水艦では実現し得ない要素、潜水艦の機能そものもだけでなく、政治的な側面からの判断も大きく影響していると見る方が妥当だろう。このアタック級潜水艦計画が浮上してきた際に、政権の座にあった。オーストラリアのアボット首相は、潜水艦自体の兵器としての性能面に重点を置いていたとも伝えられているが、2015年9月に退陣に追い込まれた。代わって、政権の座についたターンブル首相は、そうした兵器としての潜水艦の機能面よりも経済的に悪化しているオーストラリア国内の雇用面への同計画の起用大きくせざるを得ない状況とみられる。つまり現地オーストラリアにおける完全な潜水艦建造の完結に前向きなフランスやドイツの提案の方向へ、日本の安否下げよりも、より大きな比重を置く選択となったものと、見られているのだ。この点、オーストラリア国内での完全な建造に対して、これまで武器輸出の実績もなく、さらにそれゆえに 100% の技術移転にも日本側が慎重な態度であったことは、想像に難くない。この当たり武器輸出国として、様々な経験を積み重ねてきているフランスやドイツは採用国が要望する技術移転についても落としどころを踏まえたある意味狡猾な立ち回りにも長けていると思われる。加えてドイツも含め日本の潜水艦提案よりもフランス提案をオーストラリアが選択したポイントは多用途に運用可能な潜水艦であるという点が大きかったのではないかと想像できる。これは日本やドイツの案は通常動力型の攻撃型潜水艦というパッケージだが、フランス案であれば上陸用の特殊部隊員を輸送可能であり、さらに対地攻撃用の兵装をも装備可能という多用途性を持つからだ。こうした一隻の潜水艦に多用途性を訴求する思考は多数の潜水艦を海軍の規模的にも維持することが厳しい国において見られる特徴ともいえ、例えばインドなどでも見られている傾向だ。個人的には、兵器としての一隻の潜水艦に、あれも、これもと詰め込むのは、結果としては、どれも全てが中途半端であり、運用目的の明確化につながらないのではと危惧するのだがどうだろうか。ここまで考えると、オーストラリアが志向する多用途潜水艦としては、韓国が建造を進めているとサムアンチャンホ級潜水艦が規模や、兵装としては、最も近い存在なのではないかと、すら思えてしまう。とサムアンチャンホ級潜水艦は、これまで、ドイツの潜水艦を自国内で、建造してきた韓国が、その技術移転とノウハウを使用して建造している。艦であり、攻撃型にもかかわらず、VLS を搭載する重武装で知られる。
ただし、軍事的には、この土佐ヌアンチャン補給潜水艦の有用性には多くの疑問の声が聞かれてており、オールインワン的な潜水艦が果たして実用に応えるものかどうか、今後の収益状況が注目されるだろう。韓国は今まさにインドネシアとの航空機や潜水艦の輸出をほっこにされそうな状態でもあり、オーストラリアが望めば、土佐ヌアンチャン補給潜水艦をベースにした安価な潜水艦を提案しかねないとも思える。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。奄美大島海峡を中国原子力潜水艦が通過後、太平洋へと向かった2020年6月のことだ。海上自衛隊からは、B1 哨戒機、護衛艦加賀が、すぐさま現地へと向かい、対応任務に当たった。日本では、中国の潜水艦はデータ取りできており、今回は逆に日本の、潜水艦への対応力を試しているようだ。そこまで日本を、甘く見ない方がいいだろう。なぜなら、さらなる次期潜水艦の開発が、進んでいく。では、そう、竜型潜水艦の次は、どんな潜水艦か見ていこう。軍事技術には、様々な新機軸が投入され、それが定着することもあれば、一定の条件を満たすものへの導入に止まる場合も多いが、そうした技術の潜水艦の代表例がポンプジェット式推進だろう。潜水艦におけるポンプジェット推進は、アメリカやイギリス、フランス、そして、ロシアと中国などのほぼ一部の原子力推進型の潜水艦への限定的な導入に止まっている推進方式となっている。この最も先進的に思えるポンプジェット式推進が一部の潜水艦のみに採用されるに止まっている最大の理由は、最大でおよそ30ノット以上の高速でなければ、従来のスクリュープロペラに効率で劣るためだ。アメリカ海軍が当時のソ連をあらゆる面で凌駕するために、惜しみなく、コストと技術を投入したシーウルフ級潜水艦には、ポンプジェット推進方式が採用されているが、水中最大速度は35ノット以上とも言われている。これに比して、海上自衛隊の潜水艦は、もちろん通常動力型であり、最新鋭の、そう、竜型、闘竜などでの水中最大速力は20ノット以上と、低速であるため、ポンプジェット推進は採用されていない。
海上自衛隊の装備品としては、潜水艦の兵装ではあるが、最大速力40ノット以上を誇る97式魚雷や89式魚雷にはポンプジェット推進が用いられており、その速度での優位性を取り入れたものとなっている。ポンプジェット推進は、推進する本体が周囲の水を取り込んで、それを勢いよく噴出することで高い推進力を得る技術であり、潜水艦以外でも高速な水上艦艇に採用され、レジャー用では水上バイクなどに用いられている。前述したように、およそ30ノットを超える速力以下では、エネルギー伝達効率が既存のスクリュープロペラ方式に劣るほか、機構が複雑な上、それゆえに高価になりがちな特性が採用される艦艇の種類を限定しているんだろう。反面、ポンプジェット推進のメリットとしては、高速を実現できることに加え、噴出する水の向きを調節し、進行方向を変える特性上から舵が不要となり、かつまた、水深の浅い状況下でも航行させられる点が挙げられる。ただし、これらのメリットのうち、ポンプジェット推進を採用している潜水艦が目的としている部分は、やはり水中航行時の速度にあると考えられ、それ以外は副次的な特徴に過ぎないと言えるだろう。ちなみに、通常動力型潜水艦において、2020年現在において、最新の仕様となっているのは、X 字型の舵と1枚のスクリュープロペラであり、そう、U 型も、ここの構成を採用している。X 字型の舵は、それまでの十字型の舵を進化させた機構で、十字舵の場合、4枚が、それぞれ、上下左右の向きを担っていたものを、仮に、どれか1枚が破損したとしても、他の3枚でカバーできるように、改良されたものだ。加えて、十字舵の場合には、海底への接触で舵を破損することのないように、舵自体が船体を超える長さにはできないが、これを X 字にすることで、長さ、表面積とも拡大することができるため、運動性能が向上している。これは、具体的には、十字舵の親潮型潜水艦と比べ、X 字舵の、そう、U 型は、約3割の旋回性能の向上を実現、浮上に要する時間も、短くすることに成功しているとされ、より機敏な動きが、可能となっている。また、かつての潜水艦は、スクリュープロペラが2機だったものが、近年では、1機となり、それに伴い、スクリュープロペラの羽の枚数自体も3から4枚が、5から7枚へと増加する傾向が見られている。これにより、スクリュープロペラの羽の形状も、3から4枚の頃の全体に幅が、広面積なデザインから、5から7枚では、L 字型に尖ったような形状に変更され、潜水艦で重視される静粛性の向上が図られた形状となっている。身近な存在では、現在の家庭用の扇風機などでも、5から7枚の羽を持ち、その形状は L 字型をしており、これも、稼働時の風切り音を抑えて、
性粛清を高めるという潜水艦と同様の効果を狙ったものと言えそうだ。海上自衛隊では現在の最新鋭艦の双竜型に続く3000トン級の潜水艦も建造を開始しているが、こちらも双竜型の能力をさらに高めたその延長線上にある仕様と目され、新機軸は少ないように見える。すでにこの3000トン級潜水艦の次級となる艦艇の設計も開始されているようだが、いかにリチウムイオン電池がその能力を高めても、現状ではポンプジェット推進を有効にできるとは考えがたいようだ。しかし、電池技術の進歩以下によっては、そうした予想を覆し、ポンプジェット推進のメリットを活かせる通常動力型潜水艦が建造される可能性もゼロではないかもしれない。現在のリチウムイオン電池をしのぐ可能性のある電池としては、固体電池、空気電池、燃料電池など複数の方式のものが、基礎研究の段階から実用化に向けた段階へと進化していくこともあり得るだろう。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。奄美大島海峡を中国原子力潜水艦が通過後、太平洋へと向かった2020年6月のことだ。海上自衛隊からは、B1 哨戒機、護衛艦加賀が、すぐさま現地へと向かい、対応任務に当たった。日本では、中国の潜水艦はデータ取りできており、今回は逆に日本の、潜水艦への対応力を試しているようだ。そこまで日本を、甘く見ない方がいいだろう。なぜなら、さらなる次期潜水艦の開発が、進んでいく。では、そう、竜型潜水艦の次は、どんな潜水艦か見ていこう。軍事技術には、様々な新機軸が投入されそれが定着することもあれば、一定の条件を満たすものへの導入に止まる場合も多いが、そうした技術の潜水艦の代表例がポンプジェット式推進だろう。潜水艦におけるポンプジェット推進は、アメリカやイギリス、フランス、そして、ロシアと中国などのほぼ一部の原子力推進型の潜水艦への限定的な導入に止まっている
推進方式となっている。この最も先進的に思えるポンプジェット式推進が一部の潜水艦のみに採用されるに止まっている最大の理由は、最大でおよそ30ノット以上の高速でなければ従来のスクリュープロペラに効率で劣るためだ。アメリカ海軍が当時のソ連をあらゆる面で凌駕するために惜しみなくコストと技術を投入したシーウルフ級潜水艦にはポンプジェット推進方式が採用されているが、水中最大速度は35ノット以上とも言われている。これに比して海上自衛隊の潜水艦はもちろん通常動力型であり、最新鋭の竜型、闘竜などでの水中最大速力は20ノット以上と低速であるため、ポンプジェット推進は採用されていない。海上自衛隊の装備品としては潜水艦の兵装ではあるが、最大速力40ノット以上を誇る97式魚雷や89式魚雷にはポンプジェット推進が用いられており、その速度での優位性を取り入れたものとなっている。ポンプジェット推進は、推進する本体が周囲の水を取り込んで、それを勢いよく噴出することで高い推進力を得る技術であり、潜水艦以外でも高速な水上艦艇に採用され、レジャー用では水上バイクなどに用いられている。前述したように、およそ30ノットを超える速力以下では、エネルギー伝達効率が既存のスクリュープロペラ方式に劣るほか、機構が複雑な上、それゆえに高価になりがちな特性が採用される艦艇の種類を限定しているんだろう。反面、ポンプジェット推進のメリットとしては、高速を実現できることに加え、噴出する水の向きを調節し、進行方向を変える特性上から舵が不要となり、かつまた、推進の浅い状況下でも航行させられる点が挙げられる。ただし、これらのメリットのうち、ポンプジェット推進を採用している潜水艦が目的としている部分は、やはり水中航行時の速度にあると考えられ、それ以外は副次的な特徴に過ぎないと言えるだろう。ちなみに、通常動力型潜水艦において、2020年現在において最新の仕様となっているのは、X 字型の舵と1枚のスクリュープロペラであり、竜型もここの構成を採用している。X 字型の舵は、それまでの十字型の舵を進化させた機構で、十字舵の場合、4枚がそれぞれ上下左右の向きを担っていたものを、仮にどれか1枚が破損したとしても、他の3枚でカバーできるように、改良されたものだ。加えて、十字舵の場合には、海底への接触で舵を破損することのないように、舵自体が船体を超える長さにはできないが、これを X 字にすることで、長さ、表面積とも拡大することができるため、運動性能が向上している。これは、具体的には、十字舵の親潮型潜水艦と比べ、X 字舵の、竜型は、約3割の旋回性能の向上を実現、浮上に要する時間も、
短くすることに成功しているとされ、より機敏な動きが可能となっている。また、かつての潜水艦は、スクリュープロペラが2機だったものが、近年では、1機となり、それに伴い、スクリュープロペラの羽の枚数自体も3から4枚が、5から7枚へと増加する傾向が見られている。これにより、スクリュープロペラの羽の形状も、3から4枚の頃の全体に幅が、広面積なデザインから5から7枚では L 字型に尖ったような形状に変更され、潜水艦で重視される静粛性の向上が図られた形状となっている。身近な存在では、現在の家庭用の扇風機などでも5から7枚の羽を持ち、その形状は L 字型をしており、これも稼働時の風切り音を抑えて、静粛性を高めるという潜水艦と同様の効果を狙ったものと言えそうだ。海上自衛隊では現在の最新鋭艦の双竜型に続く3000トン級の潜水艦も建造を開始しているが、こちらも、双竜型の能力をさらに高めたその延長線上にある仕様と目され、新機軸は少ないように見える。すでに、この3000トン級潜水艦の次級となる艦艇の設計も、開始されているようだが、いかに、リチウムイオン電池がその能力を高めても現状ではポンプジェット推進を有効にできるとは考えがたいようだ。しかし電池技術の進歩以下によってはそうした予想を覆し、ポンプジェット推進のメリットを活かせる通常動力型潜水艦が建造される可能性もゼロではないかもしれない。現在のリチウムイオン電池をしのぐ可能性のある電池としては、固体電池、空気電池、燃料電池など複数の方式のものが、基礎研究の段階から実用化に向けた段階へと進化していくこともあり得るだろう。韓国での防衛白書が公開されましたが、日本を格下げ周辺国へとなり、日米が共に反応しています。日本政府は今後やはり扱いを検討するべきだと国民の意見を入れていく方が得策でしょう。韓国にある F-35A ステルス戦闘機は一体どうなるのか？気になるところです。しかし、中国のスパイとして動いているのかもしれません。国家全体でね。では、気になる F-35A 戦闘機の実情を見ていきましょう。日本の航空自衛隊と同時期2019年3月にアメリカから
F-35A ステルス戦闘機導入を決定していた韓国に、最初の機体が到着しました。同年末までに13機が納入される予定ということです。引き続いて、翌年2020年には13機、翌々年2021年には14機が、アメリカから引き渡される見込みとされ、3年間で計40機を、購入するという予定が順調に進捗している模様です。では日本はどうでしょう。A 型及び B 型の2タイプの F-35 ステルス戦闘機の購入が決定しています。数は合計で147機ということですから、韓国の40機は思いのほか少ないと感じますね。購入価格ですが、日本では2023年までに導入される F-35A、B ステルス戦闘機の平均単価が約116億円と報じられました。しかし、韓国は日本の価格より安く購入する契約を結んでいると言われています。ということは、アメリカは日本に高く売りつけたのか。勘ぐってしまいますが、ちゃんとした理由があるのです。日本向け価格が高いのは、F-35 ステルス戦闘機の技術移転、一部のみ、機体の最終的な組み立て、そしてメンテナンス用の整備場までを、すべて含めた契約になっているからです。韓国がアメリカと結んだ契約には、このような内容は含まれていません。つまり、韓国はアメリカで作った機体を購入するのみということです。実は、アメリカとの契約でも、特にメンテナンスが運用上のネックとなると、推測されています。韓国政府はメンテナンス範囲については交渉の余地があるとアメリカに匂わせているようです。気を持たせているとも思ってしまいますね。もちろん、アメリカとしては、日本の整備場を韓国にも活用する方向で、進めたいのが本音でしょう。しかし韓国側はどうでしょうか？韓国が日本の施設を借用して、自国の戦闘機のメンテナンスをする。そんなことは想像しがたいですよね。そして、政治的にもそんな事態は、ありえないと思われます。ただし、アメリカの考えは違うようです。2019年9月時点で韓国との、契約にのっとり、韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機のメンテナンスは日本の、整備拠点で行うようにという指示を出しているのです。言うまでもなく、この指示を韓国は受け入れたくないはずです。だからこそ、韓国内に整備拠点を設置する動きを見せているのです。この事態の決着は、なかなかつきそうにありません。もともとの韓国とアメリカとの契約には、韓国の F-35A ステルス戦闘機は、日本もしくはオーストラリアに設置された整備拠点でメンテナンスを行うことが義務付けられていましたから、今さらそれを巡って揉めるのはなんだかなという感じがします。では、アメリカはなぜこうした条件を契約に入れているのでしょう？それは F-35 戦闘機のメンテナンスまでをすべて含んだ契約を結んでいる。日本やオーストラリアへの配慮が一つと言われています。日本やオーストラリアには様々な条件付きで高い契約を結んでいるのに、後発の韓国は
その条件がないというのでは、確かに不公平ですよね。もう一つは、経費の効率的な分配を考えた戦略のためと、見られているようです。最大でも60機前後程度と思われる韓国空軍ですが、仮に韓国内への整備拠点建設を許したとしても、1機あたりの整備経費は逆にかなりの高額になると予想されます。また、韓国といえば、インドネシアとの共同開発を謳う国産の KFX、戦闘機開発計画の問題もあります。この KFX は 4.5 世代とも言われている。戦闘機で、ステルス性も備えていると思われています。当然、世界の注目を集める機体の一つでもあります。開発計画は、かなり前、2001年平成13年に韓国空軍士官学校の卒業式で、当時の金大中大統領が発表しました。それから時を経て、2019年、令和1年、10月、首都ソウルで開催された航空宇宙防衛展では、この KFX 戦闘機の、原寸大のモックアップ、模型が初めて披露されました。しかし、共同で開発を行うはずの、インドネシアの姿勢が積極的というより逆に後退しつつあるように感じられるのです。というのは、同月末にインドネシア空軍の高官の発言があるからです。この人物はアメリカの F-16 戦闘機の最新型である V 型ブロック70を購入する予定であると表明したので、インドネシアの意図が明らかになったというわけです。もともと、インドネシアは、経済悪化を理由に、韓国と共同事業であるはずの、KFX 戦闘機の開発にかかる、分担金すら払えない状況でした。ということは、アメリカから F-16V 戦闘機が購入できるのか、と心配してしまいそうですね。さて、問題の韓国の KFX 戦闘機ですが、韓国だけで120機すべてを調達するのに、必要な経費は1機あたり140億円ほどとも言われていて、費用対効果では、なんとも不経済な金額に感じられます。ちなみに、この単価は、インドネシア空軍が希望している F-16V 戦闘機を新規に32機購入した時の台湾の単価が約128億円でしたから、それを上回る金額です。ということは、メリットのない価格というのが明らかですね。最新の第5世代戦闘機である F-35A ステルス戦闘機をアメリカ本国で調達した場合の1機あたり価格は、およそ84億円まで下落したそうです。これでは、KFX 戦闘機の優位性は、ほとんどなくなったと言わざるを得ません。韓国が、KFX 戦闘機を、当初の開発費単独金額で追加費用なしで、120機製造したとしても、1機あたり単価は約76億円という計算になりますから、4.5 世代機に見合う金額とは言えません。ただし、インドネシアが目指す方向にも、多少の問題はありそうです。それは、東ティモールをめぐる問題です。1976年、昭和51年が続いた。インドネシアの東ティモール支配は、
2002年平成14年の独立をもって終了したのですが、その後も混乱や紛争があり、インドネシアへの厳しい視線が注がれ続けていました。その結果、インドネシアと西側諸国との間には溝が生じました。それを考慮した上で、アメリカは F-16V 戦闘機をインドネシアに売却するのだろうかという疑問もあるのです。ということで、韓国に多少の希望はあるようですが、肝心の KF-X 戦闘機に根本的な問題が存在しているというのです。それは、戦闘機の核心、コアともいえる重要な機関部を韓国内で国産できないという部分です。加えて兵装についても同じく、アメリカやヨーロッパ企業に依存せざるを得ない状況なのです。韓国にとっては非常に悔しいことでしょうが、どうしようもないということでしょう。しかし、この事実は、日本はもちろん、多くの国が戦闘機の開発に関して、直面している同じ問題と思われます。ということは、一国単独での戦闘機開発は、アメリカ、ロシア、中国などの軍事大国でしか、実現することはできないのかもしれないと考えられます。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。とうとう、XF-1 プロトタイプエンジンの存在が世界にバレてしまいました。とはいえバレていましたね。今回は、XF-1 プロトタイプの話をしていきますね。長年の悲願だった純国産ジェットエンジン XF9-1IHI 社製が完成しました。カタログが示しているスペックはかなり高い推力を示しています。このエンジンが次期 F3 戦闘機に採用されるかどうかもまだ不明ですが、ある国が非常に気にかけているらしいという噂が入ってきました。2018年、平成30年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化までこぎつけました。試験ですが、早いというより、むしろ遅かったという感じがしています。これからの第6世代戦闘機は、
様々な形があるようですが、現在活躍している F-35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、もはや必須条件の、ステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ、意味がないでしょう。この新型は、双発エンジンになるでしょう。双発エンジンというのは、左右の主翼に、エンジンを一機ずつ設置したものです。現在の F-35 戦闘機は、片方に一機乗せた単発エンジンです。この双発エンジンを2タイプは製造しておくと、将来的には護衛艦、出雲や加賀の甲板上での運用も可能になると思われます。と言っても、どこまで計画が進むかは、まだまだわかりません。ここに来て、今更、F-22 戦闘機に、ハイクオリティなどは不要です。目指すのは、最新鋭のその先を目標にして開発されることになります。いよいよ、日本悲願の国産戦闘機の登場になるのでしょうか。この F-3 戦闘機計画には、エンジン部分が非常に重要ポイントとなります。ここの選択を間違うだけで、日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては周辺国への防衛力が低下することにつながります。しかし、さすがは日本です。高性能なジェットエンジンを開発しています。これは自画自賛になりますね。では、そのエンジンについて紹介していきましょう。2018年6月、日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとも言える出来事がありました。プロトタイプの1機だけですが、ジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたのです。これは話題となりました。このジェットエンジンが XF9-1 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンです。しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない高い性能を持った画期的なエンジンと言えましょう。今回、防衛装備庁に納入された XF9-1 エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は15トン超えです。F-22 ラプター戦闘機の F-119 エンジンが同じ状況では 15.9 キロですから、これは全然遜色のない数値と言えるでしょう。ちなみに F-35 ライトニング2戦闘機ですが、F-135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっています。数字を見れば XF9-1 エンジンのそれを上回ってはいますが、これはプロトタイプですから、どう考えると今後の性能向上も十分期待できると思われます。アフターバーナーについて説明しますね。エンジンから排気ガスが
放出されますが、これに直接燃料を噴霧して、もっと燃焼させることによって推進力を高めるシステムのことです。XF9 の1エンジンの場合は、アフターバーナーがなくても11トンの推力が記録されました。XF9 の1エンジンが注目を集めた理由ですが、従来はこのような1000級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において、世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されます。実は、現在就役中の航空自衛隊 F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると決定したときに、その大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えると、まさしく快挙と言えるでしょう。ざっくり言うと、戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだと思われます。実は、当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見がありました。しかし、政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実に鑑みれば、諦めざるを得ませんでした。こうした過去を考えると、今度こそ、いよいよ国産化エンジンに目処がついた状況になったということで、悲願達成という言葉も、あながちオーバーではないでしょう。くしくも F2 戦闘機の後継機である F3 戦闘機はアメリカとの共同開発と言われていますが、XF9 の1エンジンが完成したことによって、日本が新しい選択肢を得られたことに間違いはないでしょう。XF9 の1エンジンは、現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である。小型、軽量という要素をクリアしていますし、それに加えて、15トン以上もの推力確保に成功していることが、素晴らしいと言えるでしょう。具体的な各部分のデータを紹介しましょう。前述の F22 ラプター戦闘機 F119 エンジンは、全長 5.16M、直径 1.168M ですが、XF9 の1エンジンは、全長 4.8M、直径 1M ですから、コンパクトサイズに、出来上がったと言えるでしょう。戦闘機の推力だけを強めるためのエンジンを製造するのなら、多少サイズを大きくすれば、比較に簡単に可能と思われますが、XF9 の1エンジンのように、これほど小型で、かつ強力なエンジンになったというのは最大のメリットでしょう。というのは、現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが機関部のダウンサイズ小型化です。これはステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に兵装を機体内への収める場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあります。もちろん、ステルス戦闘機を日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容用のウェポン類、爆弾層の技術的ノウハウなど、様々な課題が発生してくるでしょう。しかし、最大の関門とも言えるエンジンの小型化がクリアされているので、何とも心強いと言われています。
その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、F9 の1エンジンの水力変更ノズルが開発中であることが公表されました。これにより、実用化に向けた準備が着々と進行中であることが世界に強く印象づけることになったようです。ちなみに、水力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって、進む方向を調節する装置のことです。XF9 の1エンジンの場合は、ノズル式の同装置によって、最大20度の角度内で、機体のコントロールができると言われています。開発は進む XF9 の1エンジンですが、次期 F3 戦闘機自体の着地点が未だに決定していない状況です。このままでは、せっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているそうです。しかし、ここで注目すべきニュースがあるのです。この XF9 の1エンジンに関して、当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしいということです。次期 F3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか、折に触れてニュースで取り上げている国がありのです。しかも、その取り上げ方といったら、未だ何も決まっていない。要するに、ゴリ夢中状態のこの計画を、自国の安全保障が脅かされると、強行状態もどきの論調なのです。このヒステリーじみた国こそ、お隣の韓国です。お互いに、日本が仮想敵国と考えているだろう。中国ならわかりますが、韓国はアメリカの同盟国という、同じ立場です。なのに、日本の F3 戦闘機開発については、まるで明日にでも日本に、攻撃されると言わんばかりの警鐘を鳴らしています。決定には、まだまだ時間がかかりそうな、次期 F3 戦闘機計画に、そこまで、注目されると、日本の技術を過大評価されているようで、嬉しいような、呆れるような、入り混じった思いになるのですが、ここまで一方的に日本を、仮想敵国だと思い込む韓国の姿勢には、悲しさを通り越して、呆れるばかりです。韓国は、原潜や航空母艦を所持したいようですが、この国の軍備はどこを目指しているのか、他国のことですが、韓国の迷走はまだまだ続きそうに思われます。